危ない刑事、危ない刑事、危ないデカは、1986年10月から1987年9月に、かけて、日本テレビ系列で放送された連続テレビドラマ。その後、翌年には、テレビシリーズ第2作、もっと危ない刑事が話されたほか、映画、テレビスペシャルといったシリーズ展開も行われた。略称は、危ない 再開発を間近に控えた横浜を舞台に、港警察所総坂の刑事コンビ、高琴洋山としき、菅博士とう事こと、大下雄事、柴田恭平への破天荒な活躍を描いた刑事ドラマ。派手なアクションシーンに加えて、軽妙なジョークを交えた掛け合いや、都会的なファッション性などを全面に出し、足掛け30年にわたって、 テレビシリーズスペシャル累計77エピソード、劇場映画7作品が制作される人気シリーズとなった。基本的には1話完結型だが、シリーズの横軸として、広域暴力団、銀星会との構想も描かれている、後日。テレビシリーズでは、各回に付けられるサブタイトルは必ずに次熟語となっている。1986年10月、テレビシリーズ第一作となる。 危ない刑事が毎週日曜夜9時放送開始。当初は2クール半年間で終了の予定だったが、回を重ねるごとに注目を集め、さらに2クール半年間延長。結果、1987年9月までの1年間にわたって放送された。この成功を受け、5番組には当初同じスタッフによる呆れた刑事が準備されていたが、1987年10月期の 改編で水曜20時へ枠移動となり、1966年に1月スタートの0011ナポレオンソロ第1シリーズ以来4度の中断期間を置きながら、通算21年9ヶ月放送された日曜21時の連続ドマークは、本作を最後に事実上の廃枠となっている。同年12月には、テレビシリーズの予定を買って、劇場映画第一作、 危ない刑事が公開。配集は15億円を稼ぎ、1988年の正月映画第1位、同年放課配集、第3位のヒットを記録した。1988年夏、劇場映画第2作、またまた危ない刑事が公開。同年秋からスタートのテレビシリーズ第2作、もっと危ない刑事放送に先駆ける形での公開であった。 テレビシリーズ第2作は、金曜夜8時枠に時間帯を移して2クール、半年間放送、それに続く形で、劇場映画第3作、最も危ない刑事が、制作、公開され、この作品をもってシリーズは、一旦の区切りを迎えた。続編を望む声に応え、最も危ない刑事から7年後の1996年秋、当時の、 主なオリジナルキャストが再結集する形で、劇場映画第四作、危ない刑事、リターンズが公開された。本作の成功を足掛かりに勘広し、柴田京平、浅野敦子、中村徹の主要キャストは、ビッグネームの一流俳優に成長しており、そのため、各俳優の演技にもお遊び要素が強く見られるほか、ミサイルが港城を通過するなど、ストーリーも、 高等無形な部分が強く見られた。またこれまでのシリーズでの最大の敵組織だった広域暴力団銀正会が最も危ない刑事で壊滅したために棚敵としてカルト犯罪組織が据えられている。さらにロケ地である横浜市中区も最も危ない刑事から危ない刑事リターンズまでの間に横浜港未来21などの大規模再開発事業が行われた結果 国際的な港町から観光スポットへと街の雰囲気が大幅に変わった。リターンズの一定の成功により、2年後の1998年秋、テレビと映画のメディアミックスによる危ない刑事フォーエバーが制作。前編を TV スペシャル98としてテレビ放送し、後編は劇場映画第5作ザ・ムービーとして公開された。劇場映画第5作 危ない刑事フォーエバーから7年後の2005年3月17日、劇場映画第6作、まだまだ危ない刑事が、同日からクランクインすることが一部スポーツ紙により、明らかになった。今回またしても7年ぶりに満を持たして、復活することとなった経緯は、当時のキャストからの熱望、そして何より、主演の間及び柴田が、前作公開時に、歳月を重ねて、 渋くなったアブ刑事を見せたい再々結集を約束していたことと言われているが、菅は台本をもらった段階ではないように不安を覚えたものの、柴田に愛不安がなくなったと話している。公開日は2005年10月22日。失踪シーンでは年を取り、足がもつれて転ぶことたびたび、年を感じた菅のコメントという。また公開日である2005年10月は、 シリーズ開始20年目突入の節目に当たったため、過去20年分のデータを収めたムックボンや過去の映画作品のサウンドトラックのコンプリートボックスなどが公開時期に合わせて発売された。2015年2月、東映ラインナップ発表会にて、劇場映画第7作、さらば危ない刑事の制作発表とともに、本作を最後としたシリーズの完結が宣言された。 公開日は2016年1月30日。基本的に前作と方向性に変化はないが、各人物の衣装がより豪華になったり、劇中音楽も新たに海外録音にて新読されるなど、ゴージャスさが増したシリーズとなった。視聴率も平均20%を超え、その人気が確固たるものとなった。なお、タイトルは、呆れた刑事の企画時の検討タイトルを流用した。 ものである。カンヒロシ、中村徹、秋山武氏は、ゴリラ、警視庁査裁発版、テレビ朝日との掛け持ちのため、出演シーンの少ない回が参見される。第6回 ATP 賞特別賞受賞作品。系列は、当時の系列。番組中、都合5回行われた。なお、番組のスタッフロールにおいては、静岡第一テレビを除き、地元放送局が、 制作協力としてクレジットはされておらず、あくまで間接的な協力に止まっていたと思われる。制作協力、松山市観光課、菊間町商工観光課車両提供、愛媛日産自動車。当時、地元系列局である南海放送 RNB では、ロケ模様を紹介するミニ番組が制作されたり、ローカルニュースやラジオ番組でもロケの模様が取り上げられ、 ロケ隊の宿泊場所だった松山全日空ホテル前やロケ先には柴田屋間などの出演者を一目見ようと多くのファンが詰めかけた。今のようにインターネットや携帯電話、メールなどが普及する前だったのでロケの噂は主に口コミで広まった。また出演者を全日空ホテルの近所にある飲食店や隣接する三越松山店や大街道商店街や ロケ場所などで目撃したこと地元のテレビやラジオの番組での話題になったり、学生の間ではロケ現場や出演者を見たなどといったことが学校での話題になっていた。13話の劇中に登場した松山警察署は、実際の松山東警察署の庁舎とパトカーを使用して撮影された。制作協力、佐世保市観光課、大島町観光部、政府庁車両提供、 日産サニー長崎。第33話の劇中に登場した交番は、佐世保警察署の京町交番を使用して撮影された。第31話のロケ地の一つである大島造船所は、劇場版第1作の終盤の犯人対決シーンでも使われた。現在、長崎県の日本テレビ系列局は、長崎国際テレビ2部であるが、ロケ当時は開局していなかったため、 日本テレビ系と富士テレビ系列のクロスネット局であったテレビ長崎 KTN がロール枠でロケ模様を紹介するミニ番組などを制作していた。制作協力仙台市観光課松島庁車両提供仙台日産モーター。第49話の劇中に登場した交番は実際の塩釜警察署の松島交番を使用して撮影された。 宮城テレビ放送、MMT でも、ローカル枠で、ロケ模様を紹介する、ミニ番組などを制作していた。制作協力、函館市観光課車両提供、日産プリンス、函館販売。劇中に登場した、函館西警察署は、実際の西署の庁舎を使用して撮影された。制作協力、静岡第一テレビ、SDT、静岡市観光課。 劇中に登場した静岡南警察署及び同署東と与田交番は実際の南署の庁舎及び交番を使用して撮影された。当時、静岡第一テレビではローカル枠でロケ模様を紹介する。ミニ番組が制作されたり、本社スタジオではニュースプラス +1。ローカルパートのスタジオセットを使用したロケも行われた。なお、このロケ界第18。 21話は、静岡第一テレビ開局10周年、当時記念企画の一環であり、当時の本放送時には、放送15秒前からその旨が告知された、静岡地区のみ。詳細は、危ない刑事の激用者を参照。また、映画第一作リターンズの4枚組セットが、BMG j ャパン、ファンハウス、現 SME より、限定発売され、 テレビ第一作フォーエバーの10枚組セットが BMG ファンハウス、現 SME より通販のみで売りされていた。ファンハウス、フォーライフ、EPIC ソニー、バップの4社が垣根を越えて統一したジャケットで作成した。また、2005年10月には、まだまだ公開記念として、劇場版95作品のサウンドトラックが BMG ジャパン、現 SME より特別価格で発売された。 テレビ第一作より、もっともまでは、時代が洋楽志向であったため、英語の歌詞の挿入歌が多数使用される。また、インストゥルメンタルの曲、ミュージックファイル収録もテレビ第一作、映画第一作、またまた、もっとと一貫して、同じ楽曲が使用された。これらの楽曲は一貫して、しくま健造が手掛けたが、もっともでは一部が、津し隆たによる作品専用の音源となり、 これまでの楽曲はほとんど使用されなくなった。リターンズより、全作品で使用された楽曲が使われなくなり、各作品専用の音源になった。また、劇中の挿入歌は、英語歌詞の楽曲が使用されない、方向性が強くなり、インストゥルメンタル曲の割合が多くなる。フォーエバー TV スペシャル98では、前述のシクマ健造が手掛けた一部の楽曲が、リミックスされて使用された。 また、毎回ではないが、クラシックでは、甘色の髪の乙女や、ガツの光、パンの笛など、ドビュッシーの楽曲が頻繁に使用されている。2012年8月28日、講談社、DVD 制作、東映ビデオより、各週発売。危ない刑事全51話を1巻につきには、第2巻のみさんは収録し、収録話に関するエピソード、使用された、拳銃。 車両、登場人物などの解説が収められた冊子も同梱。映像特典として、映画メイキング、地上派バージョンなども収録されている。全館購入者には、アブデカ公書公認オリジナル手帳がプレゼントされる。第1巻のみ790円。第2巻以降1590円。DVD は、ジャケット付けトールケースに収納されている。2004年6月21日発売。 価格36000円税別販売元東映ビデオ初回生産限定版生産終了後に単品発売もされている2003年9月21日発売価格36000円税別販売元東映ビデオ初回生産限定版生産終了生産終了につき再発売は行われていない入手は困難 なお、単品が発売されている。下の危ない刑事単品シリーズを参照。封入特典映像特典、詳細静止画による、それぞれのキャラクター別に、銃、車、バイク、ファッション等を解説。詳細、もっと危ない刑事放送を1週間前に放送した、危ない刑事のダイジェストや、もっと危ない刑事の撮影風景、出演者インタビューを、 日本テレビ系列で1988年10月1日に放送された1時間番組である。演出は成田雄介。2004年1月21日発売。価格3万0千円。税込3万7千0百円販売元、東映ビデオ。初回生産限定版、生産終了。 封入特典映像特典 DVD ボックス発売から約1年後に発売された DVD にはディスク2枚が入っているディスク1枚につき4話または5話収録特典映像が付いているためそれほど DVD ボックスとは変わりはないただ封入特典が付いていない価格は各館9800円税込1290円である 2005年6月21日発売、価格9800円、税込10、290円販売元、東映ビデオ。2005年7月21日発売、価格9800円、税込10、290円販売元、東映ビデオ。神奈川県横浜市中区の山手、本木、根岸エリアやその周辺が主に登場する。 他には、中華街、山下公園、元町、馬車道、高島貨物駅、高島不頭、新港不頭やその周辺が頻繁に登場する。港警察署として登場する、建物の外観は何回か変わる。テレビシリーズ第一作は、中区本目不頭の横浜船員教育センター。外観だけでなく第48は、無謀では、屋上も登場している。ただし、 第28話、決断だけは違う建物を使用した。さらば危ない刑事では、横浜水上警察署の外観として、久しぶりに登場した。劇場映画第一作、危ない刑事から第三作、最も危ない刑事までは、桜木町駅からほど近い中区吉田町の大岡川沿いにある、千代田生命ビル。現在は、建て替えされて、テナントビルになる。 また、千代田生命は経営破綻したため、ビルの名前も変更された。劇場映画第4作、危ない刑事、リターンズから、劇場映画第5作、危ない刑事フォーエバーまでは、中区本目不当の公安職業能力開発短期、大学校横浜校、愛称、ポリテクカレッジ横浜校、または、横公安カレッジ。テレビシリーズ第二作の、争奪では、 犯人を追跡するシーンで外観が登場した。また、あいつがトラブルでは、横浜港町警察署として、俺たちルーキーコップでは、中浜警察署としてそれぞれ登場する。劇場映画第6作、まだまだ危ない刑事は、港北区新横浜の仮目新横浜ショールーム。劇場映画第7作、さらば危ない刑事は、館内の神奈川中小企業、センタービル。 ここでは、外景撮影のほか、多目的ホールに、港所1階フロアのセットを組み、ロケ撮影の形で掲示部屋のシーンが撮られた。2012年現在、本木の米海軍住宅跡地は、ショッピングモールや住宅街として、高島貨物駅、高島不当、新港不当は、横浜港未来21として、再開発されてしまい、テレビシリーズ当時の面影は、 だんだんと少なくなっている。港警察署1階フロアや地下の留置場といった撮影は、最も危ない刑事までは、東京都調布市の日活撮影所、危ない刑事、リターンズから、まだまだ危ない刑事までは、練馬区の A 東京撮影所で行われていた。テレビシリーズから、危ない刑事フォーエバーまで、港警察署1階フロアの内装の雰囲気はほぼ、そのままだが、 危ない刑事、リターンズだけはオレンジ色の内装になっていた。まだまだ危ない刑事では基本構造に変化はないが天井が高くなっている。テレビシリーズから最も危ない刑事までの作品で犯人との銃撃戦やアジトなどのシーンでかなり頻繁に登場したのが横浜市な各本目の米海軍住宅アト地、セリフでは本目基地アト出る。ただし、 テレビシリーズが始まった1986年には再開発計画が進んでおり、そのほとんどがすでにさらちになっていたテレビシリーズ第一作の第26話、予感の微光シーンでその造成地を通っている。そのため、同跡地という設定で実際のロケに使用されたのは埼玉県朝霞市の米陸軍キャンプドレーク跡地であった。劇場映画第一作危ないでは 長崎県の大島造船所で終盤の対決シーンが撮られた。横浜市内や東京近郊でのカースタントシーンの撮影が困難になったことから、さらば危ない刑事では、諏訪市や四日市港で大規模なアクションシーンが撮られた。本作品は20年以上にわたる人気作品となったため、以下のパロディ作品が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。